はい、皆さんこんにちは。ポケモン白熱バトル研究所でございます。まあそんなわけでしてね、まあはい、ランダムの場所に第1弾ということで、早速まあはい、まあこれは直接な、まあ、このバトルははい、直接的な話ではありません。なのでちょっとまあ今ねですね、ブースターやキューコン、そしてオンバイやドサイドなど様々なポケモンが活躍しています。ブースターは、運がいいとガブリアスが生きよう赤になります。ガブリアスしガブリアスフルートライブでガブリアスが生きよう赤です。まあその秘密はまあ今度を知っているとして、ブースター狙いちゃいました。さてリノクイーンって皆さん使ってますか？使ってない方はよろしいです。リノキングより最強がありますが、リノキングより最強がありますが、そのとこ強いので使ってみません。皆さんこんにちは。ポケモン白熱バトル研究所でございます。まあ早速ですが、はい、第1話熱中症になりそうというわけでですね、今回は、はい、本当に晴れを主体としたバトルです。まさにこれ晴れ、まさにビバ晴れです。でも、もうあれこのタイプとかそれ以外のポケモンみんな熱中症にならないんですかね。日差しが強いんでしょう。 UV カット対策してるんでしょうか。まあそれじゃあおしまいですがね。というわけでですね、まあリザードンが結構強いような気がするんですよね。ホワイト特防が高いんだっけ。まあ月光が駆逐できる球根が言えるもんですよね。なんかたまーに球根月光がより速いことあるんですよ。それは素早さが V だからでしょうか。でも性格は素早さが V だそうではないんですよ。そこそこ強いですよ。ソーラービームを遠慮なく、まあ、打ち込んであげます。はい、行きます。ピーン。どうですか今の音。どうですか。まあなかなか強いでしょ。まあ気軽に行ってくださいね。はい、というわけで次はレントラーを駆逐していく。まああれ、まあ、外がうるさいですし、画像がちょっと外から笑いを言ってるところですからね。まあ消してください。というわけでですね、今レントラーを倒せました。ほら晴れパーティーでしかできないでしょこれ。塔の晴れを実施した本人もやられちゃったね。しかしこれ、キュウ君まで入ったホテル、随分と自分のバトルが変わりました。前回もね、ラフローテルとか、そんな感じだったので、まあ、もうちょっとで来ます。
アメーバを作っていこうとか、もうアメーバはすでにできているんですよね。ちなみにヘラッツホイトについてはまだ皆さんには見せていないところが図鑑図がいるんです。それをもうどんどん紹介していきますのでご期待ください。とまあここでオンバーンがやられてしまいましたが関係ありません。ドサイドのロックブラストで撃沈です。まあ対戦ありがとうございました。というわけでまた次回お楽しみに。さようなら。